はい、ふむむです。こんにちは。今日はですね、パソコン用のねテレビチューナーをご紹介したいと思います。これね、なんで購入しようかとしたんですかっていうと、もともとパソコンの方にテレビチューナーついてたんですけど、まあそれがぶっ壊れてしまって、まあパソコンでテレビ見ることできなくなっちゃったんですけど、もともとねテレビあんまり見ないんで、不便を感じていなかったんで、ずっとそのままにしといたんですけどね。先日ね、ラグビーのワールドカップで、日本対南アフリカ戦、これがねにわかファンの私でもどうしても見たかったんですけど、でうちにはテレビがあるんですけど、それはまあほぼ相方が占領していて、予約が入っててですね、でうちのテレビ予約1個入るとその時間ってそれしか見られないんですね。でだからそのアフリカ戦の時はジャンクスポーツを撮ってて、みんながね、日本の半分ぐらいの人がまあラグビー見てる時に、私は悲しくジャンクスポーツを見てたと。であの時は YouTube もやってなかったんで、あとでね結果だけ、見たというような感じで、あ、これはやっぱりテレビ中の欲しいなと。でまたね年末に向けていろんな番組をやると思うんで、それでね、購入をしました。これがね、一応ピクセラというメーカーのサイドボードっていうものです。なんかね、まあ、一応3波録画機能付きダブルチューナーということで、1万3000円ぐらいだったかな、1万4000円ぐらいかで購入しました。ではね、ちょっと取り付けてみたいな、取り付ける前に中見てみましょうか、どんなのが入ってるのか。これしかないな。これが B キャスですね。はい、入ってるものはこれだけですね。これと B キャスと。取説、たったこれしかないのか。はい、ではねパソコンの方をバラしてっていうかね、取り付けたいと思います。それではさて、
はい、なんとかね設置することができました。で、取扱説明書の方にね、こちらのホームページに飛んでねアプリを取りなさいっていうことなのでこちらに飛びますとね、さっきもう1回言ってるんで、はい、こちらですね。はい、こちらでこれか、ダウンロードで端末は Windows、 これでいいんだな。はい、すげえ早いな。さて、うまくいくでしょうか。新しい変なのができてますんで、これをこれはソフトの使用、はいはい、はい、チャンネルスキャン、スキャン開始。なんか大丈夫そうだな。お、いったいった。でこれはね、これはテレビ参加、これはこうやっていらないの消すんだよな。それは知っている。このままでいい。で、次、番組中の見せとしてオンにすると、とりあえずオンにしとくか。次、
仕方がないと思います。見ると上次第と彼が言うところを見ると、はい、やはり少し考えているかなと思ったんですが、そうやりました、大勝ちすれば上がれない番付ではないと思いますのでと、簡単簡単、曖昧に解釈したっていうことがあるから数が増えたんじゃないかなという、そこをだからまずはっきりさせてもらって、はっきりさせるためにはだから名簿ですよ、800人分何百人分の、はい、まあ、一応ね、こんな感じで、見れるようになりました。とりあえずね、これなんか2番組見られる、2番組録画もできるそうなので、とりあえずね、年末年始ね、まああんまりね、私テレビ見ないからそんなに使うことあるのかなとは思いますけれども、意外にね簡単に、できるテレビが見られるようになりました。それではね、もし必要な方いらっしゃったら使ってみてはどうでしょう。それではさよなら。